均衡、宇宙の均衡は保たれるべき。汝に試練を与える。諸界の平衡を保つため汝の力を示せ。そして我らは仲裁する。強き者にはさらなる挑戦を、弱き者には生き延びる機会。試練を乗り越えられたら天秤を揺るがすほどの力が汝にあるという証拠だ。諸界はそれによって改変され、均衡を保つ。汝は直面するだろう、より強大な敵に、より難解な謎に、そしてより手厚い報奨。均衡、汝はまた試練に遭遇するだろう。これは汝の選択だが、均衡は保たれるべき。汝はより多くのものを手に入れる。物質、精神、加算、不加算、汝の利益はその力に相応する。そうして均衡が保たれる。均衡、諸界はこれより変化を迎える。
これで仮想部のことも解決できたし、そろそろ性格を探しに行けるね。でも今にして思えば、クラーラちゃんには申し訳ないことしちゃったな。スバローグと平和的に交渉するって約束したのに。お前は全力を尽くした。だから気にするな。責任は事前に万全の策を講じなかった俺にある。それに先に手を出したのはスバローグだ。他に方法はなかっただろう。誰が悪いとかじゃないから。前向きに考えれば今の結果だってなかなかいいんじゃない。みんな性格が元凶だって分かって力を貸してくれるんだからさ。任務が順調に進んでるってことだよ。しかしまだ分かっていないことも多い。例えば、俺たちはまだ性格の具体的な座標と方角を把握できていない。カカリアが突然態度を変えたことも気になる。今ある手がかりだけでは完全につなぎ合わせることはできないが、変な夢を見たとか言ってたね。3回とも同じ内容で、カカリアともう一人の声が聞こえる夢か。偶然で済ませるにはちょっとおかしすぎない？もしかしたらそれらの夢は無秩序な空想ではなく、何らかの法則があるんじゃないか。もしかして彼女の体内にある性格？俺はそう推測する。だが証明はできない。それじゃわからないのと一緒じゃん。で、地上に戻ったらどうするの？散々話し合ったけど結局何の結論も出せてないし。塵も積もれば山となるだ。今日のところはもう休んで、明日また遅延の者たちと相談しよう。それにまだ重要人物との話し合いが済んでいない。彼女とカカリアの関係が状況を打開する鍵になるかもしれないな。おかえり。遅延から聞いたわよ。スバローグの件を解決してくれたそうじゃない。えらいえらい。いろいろあって疲れたでしょ。ほら、早く食べてゆっくり休んでね。ほら、あそこを見て。あそこは昔リベットタウンでも一番荒れてたところなの。そして私が育ったところでもある。
兄さんや姉さんたちと一緒に次はどこで食事にありつけばいいのか悩んでたわ。ボスのオレグさんが私を連れ出してくれるまでね。それから私はナターシャと一緒に本を読んで字を書くことを学び、ボスとコークの見回りをして、たまに素行の悪い奴らにお灸を据えてやるようになった。そっか、よかった。よかった？何それ、喧嘩売ってるの？ごめんなさい、地下の生活はこんなにも辛いものなのに、つい軽はずみなことを。別にそこまでしょぼくれなくても、あんたのそういうところが気に入らないのよ。私はただゼーレが少し羨ましくて。読書や訓練をしながらお行儀よく過ごす、物心がついた時からそれが私の毎日だった。自分が何者かを思い出しなさいブローニャ、喧騒者の言葉に背いているわブローニャ、淑女たる者そのようなことを言ってはいけないわブローニャ、そう誰かに言われ続けてきた。そんな生活を羨む人もいると思うけど、私は少し嫌気がさしてた。一生同じことを繰り返し、他人に言われた通りにするだけの人生、こんな気持ちあなたには想像できないでしょ。確かに想像もつかないわね。それより私は言ってはいけないことが何なのか気になるんだけど。喧騒者の名において貴様の鼻に槍を突き刺してやる。それだけ？そんなんじゃ痛くも痒くもないわ。あんたが帰るまでに地下の話し方をちゃんと教えてあげる。必要ないから大丈夫。鼻に突き刺すよりは脅しになると思うけど。まさかこの私が未来の守護者と笑い合ってるなんてね。私上層部の人をあんまり見たことがないの。だから大人たちの話を聞いて、地上の人間はどいつもこいつも傲慢で迷惑極まりない連中ばかりだと思ってた。シルバーメインの老兵から聞いたんだけど、封鎖の命令が下される前は地上も地下もあまり変わりなかったらしいの。みんな同じものを食べ、同じことを話し、同じ祭日を祝う。私たちの世代は育った環境こそ違うけど、人生の喜びや悲しみ、人と人とのつながり、こうした大切な感情はお互いに相通じるものがあるはず。上層部と下層部をつなぐ橋を再び架けることができれば、きっと隔たりのない時代に戻って共に寒波と烈海に立ち向かえるわ。私はあんたみたいに高尚なことは言えないけど、それがあんたの望む未来なら、その橋とやら一緒に架けてやろうじゃない。ありがとうゼーレ、あなたの信頼は私にとってとても大切なものよ。それで次はどうするつもりなの？
スバローングから聞いた話、あんたに大きな影響を与えたみたいだけど。ええ、心の準備はできたと思っていたのに。私が守護者の後継ぎであり続ける限り、いずれたどり着くことになる真実なのに、どうしてお母様はそれらを私に隠し、さらには性格の本質を知るよそ者を逮捕しようとしたのか。どうにも納得がいかない。だから決めたの。私は今の私にできることをする。お母様に直接話を聞いてみる。あんた、待ちなさい。本気なの？一人で？ダメよ。どう考えてもそれは。もう決めたことよ、ゼーレ。私はカカリア様の娘。この事実は何があろうと変わらない。娘としてもシルバーメインとしても、私には面と向かって還元する義務がある。たとえブローニャ。ゼーレ、あなたにこれを託す。私の代わりにあのよそ者たちに渡してほしい。私があなたたちと合流できなかった時は、彼らが何をすべきか分かるはず。仕方ないわね。あんたは自分が何をしようとしているのかよく分かってるみたいだし、どうせ私が反対したって無駄なんでしょ。でもこれだけは覚えておきなさい。あんたに危険が迫った時は、この私がどんな手を使っても助けに行くってね。じゃあ待ってるね。ゼーレは幼い頃もここで景色を眺めていたの？もちろんよ。ただあの頃はこの景色がどれほど貴重なものなのか理解してなかったけど、本当に素敵だわ。よく寝た。そろそろナノやタンコウと合流しよう。
っと起きてきた。うちと炭鉱はもうずっと外を回ってたよ。うちらの体内時計って合わないんだね。あんたって夜中に起きてるかお昼まで寝てるかのどっちかだもん。ダメだよ、もっと協調性を高めないと。それで昨夜は例の夢を見たのか。なるほど、それじゃぐっすり眠れたわけだ。では遅延を探して今後の計画を立てよう。彼らに何か新たな発見があるかもしれない。そうと決まれば早く行こう。やっと地上に戻れるんだもん。もう待ちきれないよ。ほう、これはこれは。なんと、スバローグの天敵、下層部の大英雄ではありませんか。それから同じく大英雄の炭鉱さんと三月なのかさん。反応早いね。ナターシャはいないのか。彼女はいろいろと後片付けがあって忙しい。何かあれば俺に聞いてくれ。俺の言葉が彼女の意志だ。それにしてもお前らには申し訳ないことをした。悪かったな、俺がナターシャの代理人だってことを隠してて。それならよかった。ナターシャは昔から慎み深いやつでな。お前らも分かってるだろうが、悪意があるわけじゃないんだ。ナターシャからお前らを安全に上層部へ案内しろと言われている。それでいろいろと考えたんだが、やはり一番安全なのはこいつに任せることだと判断した。あなたたちを連れてきたのは僕ですから、責任を持って連れ帰るのも当然のこと。無料のアフターサービスだと思ってください。今回は気絶させたりしないよね。そんなことしませんよ。今回は炉心を通って上へ行くんですから。僕は皆さんの話し相手になって差し上げましょうっていうのは冗談で、道が封鎖されて十数年、どう行けばいいのか知る人はもういません。ですからあなたたちにはこの僕が必要なのです。くだらないこと言ってないで、ちゃんと案内役に徹しなさい。待て、ブローニャはまだ来てないのか。ブローニャなら先に戻ったわよ。彼女と大守護者の関係ならあんたたちも知ってるでしょ。彼女にしか解決できないことがあるの。ブローニャ、うちらを置いて先に戻ったの？なんで止めなかったの？そういうこと。彼女、背負ってるものが多すぎるのよ。よくわからないけど、きっと彼女なりのやり方で問題を解決しようとしてるはずだわ。そうだ、ブローニャにこれを渡すよう頼まれたの。ブローニャが残してくれた手紙。あ、
もしかして噂に聞く虎の巻ってやつ？うちあんま詳しくないけど、こういうのってピンチの時に見た方がよくない？ふざけてないで、早く開けてみろ。兄弟？ランドゥの弟は知ってるけど、姉って…セーバル…え？セーバルってジェパードのお姉ちゃんだったの？彼女も考え抜いた末に行動しているはずだ。だが、あの大守護者の考えは、娘といえど計り知れないのだろう。サンポ、ランドゥ兄弟には詳しいか？ランドゥ！弟とは長い付き合いですが、姉は弟よりさらに恐ろしい存在です。こんな素敵な日に、あの兄弟の話はやめましょう。出発したくなったら、いつでもお声掛けくださいね。